こんばんは。こんばんは。コロ元気ですよ。忙しくなったら会えなくなるか。歌唱力とか、あ、泣いた、嬉しいです。ありがとう。あ、中小学生応募してくれてありがとう。よかったら、お話もししたいなとか言って。くるくる引っ張りよーと。お、写真美しかった、嬉しい。花よりくるくる。コロちゃんのファンが一人増えてる。そうですね、まあ案の定みたいな、案の定な返信が返ってきましたね。ハヤトさん、リアルハンカチ追加しました、ありがとうございます、嬉しいです。お話し会は増やした分当たった、あ、ありがとう、増やして応募、ん、応募してくれてありがとう。あ、エクサシーかわいい、嬉しい。いやもうサーヤンさんの画角がもう超絶うまくて、そう、案の定めっちゃもうコロ推しになりますって、絶対帰ってくると思ったんこぶです。さあヤンさん、ヤンさん落選した、ありがとうございます。ぜひ、あ、なんだっけ、幕張の4時間目がザンブ極小になってます。ありがとうございます、皆さんたくさん応募してくださって嬉しいです、本当にありがとうございます。くるくるのお願いよ、バラ園のお二人だよ。さやさん、さっきのしたストーリー、え、さっきものしたの、あ、生えてない、やばい、やば、8月の8日もしかない、え、嬉しい、ありがとう、夏も会えるなんて、くるくるが涼しくさせてあげます、変なこと言っちゃった。モアレメールや SNS にご投稿しにとても可愛かったです、あ、ありがとうございます、嬉しいです。あ、ちょうど8着後苦島くるが帰ってた、最近来た、そうやって運命ってことだよね、嬉しい、見に行くね、あ、バラ園か、これバラゾーンじゃないの、バラ園、これバラ園、恥ずかしい、洗顔ディオみたいな使ってる、お腹すいたよ、めっちゃお腹すいちゃった、4月のオンライン話会も当選いたしました、ありがとう、応募してくださってありがとう。あ、やばい、七並び明日までよね、調べてきた、夕飯、そう、まだなの、なんか配信何時にしようと思って、なんかちょっとあれ、今日、昨日と今日はちょっと短めにしようと思って、カルティシャツかわいい、髪の毛も美しい、ありがとう、お腹減った、そう、減るです、減る、レッスンして
それが恋と知ってしまったなら、こんな自然に話せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。諦めるなら一人でいいけど、夢を見るなら君と一緒がいい。話したい誰かがいるって、幸せだ。今話したいクルクルがいる。そういうことなんですよそういうことなんですよね。もう少しだね、ツアーも。あ、もう本当にもう少しだね。2日なんか見てくれありがとう。どうし、ニサビも好きなんですよ。それが恋年、あ、ちょちょちょ、一本のコーラ二人飲んでから、急に僕たちはドキドキとして、お互いに異性だと思い出す。君のことを失うのが怖い、片思いなら黙っていればいい。あ、ってなんだっけ。両思いなら気づかなければいい。ここ好き。片思いなら黙っていればいい。僕の部屋片隅で漫画読んでる。君とだったらしいそう。徳島初だね。初。私服でミニスカートあんま履かないかな。あ、でも履くけど履かないって感じかな。シソンかわいい。かわいい。履くけど履かない。確かに冷静に考えたら意味わからんわ。履くけど履かない。履くけどそこまでミニは履かないってこと感じかな。なんか短いスカートぐらい。ミニは、うん、普通ぐらい。あ、くるくるなると、あ、お仕事で行ったことないってこと。お仕事で徳島に行ったことない。あ、次ツアー初めて行きます。楽しみ。あ、嬉しい。待ってるね。楽しみ。いいね。嬉しい。初めて嬉しい。徳島から金の雫とかよかし。うん。わ、なんか懐かしい。ちょっと待って、記憶、私の記憶からもど、記憶なんかでも記憶にはある。あ、かなり上手だった。ありがとうございます。嬉しい。サンタとの楽器、え、ミニじゃない。ミニか、ミニだと思って入ってた。わかんない。クルクル的にはミニ。岡山完売なんかな。完売ではないけど結構残りチケットは少なめなのかな。嬉しいですね。ベニマドナグミ、気になる。歌唱力めっちゃ上手でかな。感動しました。嬉しい。ありがとう。
しました、嬉しいです、届いてくれてとか言って、届いて嬉しい。ね、残り少なだよね。岡山わ、話したい歌を、話したい、今話したい、くるくるがいる。ちょっとお腹空いてるからさ、ちょっとなんか行きたい。そう、今日もこれ、今日これあの暇の時ずっと口ずさんでた。あ、幕張さん4通過ありがとう、嬉しいです、もう幸せにしますので当日待ってる、ありがとう、本当に嬉しいです。あ、クルクルクルカメラ良すぎる、嬉しい。
いいですね。歌詞がやっぱ好きですね。これこれなんか定期的にハマるんですよ、この曲。なんか3ヶ月に1回くらいもう爆撃するみたいな。3ヶ月に1回くらい、もう1日に10回ぐらい聞くんじゃないかってぐらい聞いて、もうずっと1日口ずさみまくるっていうタイムに入る、この曲。パチパチありがとう、パチパチ。乃木を始めた時の曲、そうなの。いいね。サイさんと仲良しな、くるくる、嬉しい。今までならきっと逃げてただろう、君のことを失うのが怖い。お、締め配信ありがとう。急に僕たちはドキドキとして、愛の重さ初めてわかったよ、君の気持ち背負ってみて知った、心が見えないから、きっとしそうでいたら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。帰り道は遠回りしたくなる聞き方が、うわっ、わかる。帰り道トゥン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 、イントロもいいしね。そうなんですよ、確かに。なんかしっかり言ったことはなかったんですけど、愛の重さ MV 撮りました。初、くるくるにとって初 MV ですね。好きな歌いっぱいありすぎて選べないですね。お、花だよの嬉しいですね。眠くるっていうか、お腹が痛い、めっちゃ今なんか脇腹が痛い。そう、初 MV です。とても寒かったですね。お、ラゾーナ川崎のイベント、あ、待ってる。そうだよ、握手だよ。お腹いっぱいでも空いててもなんかだよね。腹8分目とか言うじゃん、絶対無理なんだけど。痛い、絶対無理なんだよって言ったら痛い、声張ったら痛いわ。あんた英語話しますか。ありとる、ありとる。そう、初 MV、 あ、ダメだ、張ったら、初 MV なんですよ。息を吐いたら痛い、息をする心。真夜中は僕だけの時間だ、誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて。そうだね、セルフ MV はノーカウントかな、くるくるの中で。正式じゃないから、全部自分たちでやってるから、なんか含めないかな。
の中には。ご飯食べよっかな、食べとこうかな。もう15分経った？とっくのとおり経ってるこれ。ん？お、握手会来る、来てくる、嬉しいです。あ、自然言葉よくね、嬉しい。最近は1週間くるくると会えないだけだ、悲しくなる。そんな嬉しいですよ。お話がおすすめ、6月22日の4時間目です。現地が難しいって方はオンラインもありますので、7月7日か、一番最初はオンラインの。ニレは多分 MV ないと思うか、ないと思う。くるくるの予想、なんか撮りたいですって言ってるんだけど、まあ、撮りたいですって言ってるというか、まあ、撮れたら嬉しいなって思いますみたいな感じでは言ってるはいるけど、やっぱり私たちの願望だけでは叶うものではなくて、 MV とかいろいろね、たくさんの大人たちが絡む部分なので私の中では実現はしないと思ってる。あ、もう立ってた22分、すごい、結構立ってる。まあ、仮少しだけつく、ありがとう、嬉しいです。興味に分かんない、まだ見てないです。個別初めてでも、え、嬉しいです、めちゃめちゃ嬉しいです。くるくる初心者なんでオンラインから、え、ぜひぜひですよ。あのちなむとちなむとくる、あ、ちょっとオンラインの9月23日はくるくるの誕生日の前日です。なのでぜひ、もしくるくると話す話題ないなと思って9月23日なら誕生日おめでとうがありますあ、やばい、もう書いて笑ったのが書いて、かなおさんに、かなおが、かなおさん、あ、ちなむと僕たちの翌日、おもろい、めっちゃちな、どんどんみんなちなんでいく。そう、18歳ラストくるくるとです。こんばんは。え、そう考えたらさ、誕生日前日だけさ、なんかさ、なんかドレスみたいなの着たい。ドレス、でも7月7日もいいですよ。七夕なのでくるくるが彦星、あ、織姫、まあどっちでもいいんですけど天の川を一緒に渡りましょう。ドレス持ってる、それではスクショタイム。当選いたしました、ありがとう。彦星ですね。わ、ココナさんの配信が、ほっぺたの肉、22日おすすめ。スクショタイム、スーローです。スクショタイムはスーローです。あ、カイロくんでしょ、でよ、
オッケー。それでは、それでは、あ、これドット絵なんだ、すごい、確かにドットっぽい。それでは今日も狂ってるな、あ、嬉しい。狂ってるな、ちょっとおもろい、おもろいんですけど、狂ってる、くるくるしてる、嬉しいとこもありがとう。それでは告知タイムといたします。チャートリの公演の受付をもう少しで終わりますので、ぜひお待ちしております。さやかりんさんの生誕祭です、ぜひお待ちしてます。あ、あと七並べが明日までとなっております。あ、この後しよう、この後七並べするね。まあ、ご飯食べて、ちょっとご飯食べるけど、ご飯を急いで書き込んで七並べしようかな、明日までです。とお話し会の受付、あ、再販受付中です。あ、タイムどうしよう、じゃあゆっくり食べてっていうことで10時半、10時半から4分おきの56秒しようかな、10時半から4分おきの56秒、美味しく食べます、ゆっくり。そしてお話し会再販、6月22日の4時間目の極小ありがとうございます、本当に嬉しいです。皆さんがたくさん申し込んでくださって、完売を目標にしていたので、残務極小嬉しいです。ぜひくるくるとお話ししましょう。あ、個人的に歌唱力の、あの感想をお待ちしておりますくるくるの歌声を褒めてくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。ここへ感想を伝えに来てください。あ、別日でも全然嬉しいです。そしてそれでは壇上を見たいと思います。13位ダンスありがとう、12位まっちゃんありがとう、11位ステラありがとう、10位ピンクの空ありがとう、9位竹まつるありがとう、8位ツーありがとう、7位福ちゃんありがとう、6位あつよしありがとう、5位トマトポありがとう、4位キュエルありがとう、3位よしのびありがとう、2位オノピーありがとう、そして1位はドゥルルルルルパーン、くるりんぱんありがとう、くるりんぱんありがとう、くるりんぱんありがとう、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。すいません、くるくるのお腹が空いているばかりになんですけど、急いで食べてきます、あ、ゆっくり食べてきます。それではおやすみ、明日も頑張りましょう、おやすみ。おやすみかん。